そうです。そんなことはない。人が J の中ではすごく渋くクールなキャラですが、実際の J みたいなんですかと。すごいです。嘘だ。みんな仲いいんですね。仲いいですよね。僕が一番あの新人みたいなもんですよね。その中でアニメの。しばらく様子見さん、みんな悪い人じゃないみたいな。これバカにしてるんですかさっきから。違うんですよ。違う。ごめんなさい、そうだ、撮影した。打ち合わせのやる気がないって言ってる。違う。してんのかとか言ってた。じゃあ、スゴさん怒る前に俺言っといた方がいいのかな。え、何そう、説明しないといけないですね。犬とかもしてるから。こいつも一緒に住んでるんですよ。あ、そうなんだ、はい、びっくりした。すいません、あの、ビントロ王子っていう名前なんですけど。ビントロ、ビントロ、はい。インドマグロじゃないの。知らないんですよ、ちゃんとした日本産なんですけど。ビントロ王子、王子なんですけど、あの、一緒に住んでまして。オリジナルキャラとかなんですか。そうではなく、そうではなく、たまたまあったのに、うん、そうなんです。はい、で、あの、いつもこうやってただいるだけなんですけど。あ、はい、別に振ってもいいですよ、話を。いや、もういいです、いいです。残念ながらそんなに面白くはならない。もう納得したんで、はい、いやいや、なんか、はい、いつも今まで、あの、ゲスト初なんですよ、この番組。そう、あら、初めてなんですよ。今まで犬しかじゃあ出てないです。犬と、犬と、あの、人参の番組だったとか、あと、うちのマネージャーとか、内輪的な番組です。身内番組なんで。そりゃあれじゃない、一人暮らしの若い女の子んち、ひょいひょいひょい、いろんなのが来るって設定もどうかって言われて。そうなんですよ。今日は君が行こうって言ったから来たの。あ、どっちにしときましょうか。それか、須郷さんが酔っ払っちゃったか、どっちか。あ、まずは、人参。そっちにしましょうか。それで入りが変わるんですか。変わる変わる。変わっていきましょうよ。やだやだ。おい、出てこいから。ガンガンガン。おい、いんの分かってんだよ。そうだ、じゃあ私普通になんか別のことしてたら突然来ちゃったとか。下から大きい声で、覚悟はするぞ。わけが悪い。わけが分かんない。こっちの悪いじゃん。いいっすね、いいっすね。最高、覚悟するぞ。緊張するなぁ、このメンバーは。たまに嫌なことをジロッと睨んだりするよね。どうしよう。皆さん、にょきつく。千葉サイコです。なんて。はい、いい感じで、こう盛り上がってた。これよくわかんないんだけど、にょき、何？あの、意味とか求めるのがいいと思いますよ、多分。てか、なんかこれ失礼じゃないかな。そういうことかな。これわかんない、ない。わかんないですよね。はい、これはあの、まさかでも須郷さんがにょきすく読むとは思わない。ね、思わなかったですね。にょきすくって何？何なんですか？本当に意味あるんですか？ありますよ。教えてくださいよ。にょきにょきすくすく育ってますかっていう。これ今エコかかってる？はい、かかってます。あ、そう。はい。え、千葉ちゃんの部屋はお風呂がでかいっていう設定なの？え。そうじゃなくてね、うん、そう思っていただいてもいいんですけど、うん、なんでそういう人をバカなオードメア扱いをするんですか。まだ番組収録始まってない段階からそういうふうにいい加減になるのはやめた方がいいと思います。そうですよね、うん、もうちょっと30分ぐらい我慢しろ、うん、あ、わかりました。なるほど。あ、このいいね、なんかエコーかかってる千葉ちゃんの声ってね。そうですか。あらま、じゃあ今日はエコー、全然話が違う。ちょっと話がまずい。さすが、それが人気の秘密かもしれないですよ。エコーかけて送り、ありがとう。ちょっと読んで読んで、これ頭読んで、はい、え、頭読んで、頭ですか、うん、こんな文章をエコーかけて読んでいいですか。そうそうそう、皆さんニョキスク千葉彩子です。須郷さんニョキスク千葉彩子です。ありがとう。これ面白いですね。それやろうよ、本番中も。須郷さんだけに固くなにニョキスクってニョキスクって言ってくれるまで言ってくれ。いいなぁ。ニャンニャニャンニャニャン。はは、今日はお客様が来るから急いで帰らないとな。あっちゃ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 。ただいまー。また次回も、あの、千葉サイコのうちからの方もぜひよろしくお願いします。なるほど。はい、ということで、よろしくね。ドラマ CD、 あ、そうですか、はい、DVD もそうですね、よろしくお願いします。ということで、以上でした。